皆さんこんにちは、魚市場研究所の魚研です。今日なんですけども、3つのポイントに注目しながらぜひご覧ください。まず1つ目、逃走を図る倍買。そして2つ目、1匹100円台の台湾ガザミ。そして3つ目、国産サーモン。ということでね、この3点に注目しながら今日の一色魚村をお楽しみください。それでは一色魚村へ行ってらっしゃい。はい、いらっしゃいませ。
寒いから。ねえ。なかなか。市場ではあのスーパーなんかでは見ない。ながらやってる。そうそう、選手の当選品で、ね、渡してる。猫心で気づけたい。
注目しながら一色魚村をお楽しみください。まずは逃走を図る倍買、そして1匹100円台の台湾ガザミ、そして国産サーモンということで、今日の